Alright, so welcome back. It's been a couple months since I last recorded it, so let's jump back into it. I believe we were right before another, yeah.最近帝国の様子がおかしいと、おっしゃられるのですか。確かに神聖帝国となってから随分と雰囲気が変わったと巷でも。どうも雲行きが怪しい。このままではまずい気がする。神聖帝国のもた正直神聖帝国となる以前の帝国をよく知りません。それもそうか。お前は神聖帝国の成り立ちについて。 私もごく普通のことしか知らされておりません。確か皇帝陛下は、そうだ。当時の占星術師が今の大神時間のベクトールで、お二方とも類まれなる力を持った方々だと聞いています。それだけでなく、シモンの教えにある清廉潔白な教義を信じることで、陛下は 応念の活力は概ね間違ってはおらぬ。一般市民の味方としては、だが為政者の側から見ると、もう少し辛辣なものに陛下は神聖教団と一体化することで、自らを神に等しい存在として、神聖帝国を立ち上げた後の陛下は、まさに帝国の絶対神として緩やかな衰退期にあった帝国にとって、それは気付け薬の役割を果たしたことは間違い、中央からの監視の目は厳しくなった。 辺境中央政府の機能と権限も大幅に強化され、その国土から、そういう意味では帝国は統治能力を取り戻しつつあったが、この気付け薬はあまりにも劇薬であったようでな。今や皇帝陛下は政務にはほとんど関わらず、孤島に隠蔽されておられるが、何が問題だとおっしゃるのですか。戦争だ。 戦争が増えている。都市部は一見平和を感受しているように見えるだろう。だが辺境はひどいものだ。神の王国を作るための聖戦ということらしいが、何のことはない。無計画な領土だが、おかしなことに一向に終わる気配がない。全くその通りです。誠に愚かしい。エネアです。誰の許しを得てここに。 よい。俺が呼んだのだ。帝国の対外政策は愚策中の愚策としか。何を言う。帝国領が増大すれば国が豊かになる。国力が増すのが道理。それはあくまでも増えた領土を維持できればの今のやり方は例えるなら、欲張りなさるが、前が見えないくらい果物を抱えて凸凹道を行く。やがて 派手に転んで全てを失うということかの。モノマクシアン、あなたまでここに。彼には総督府この得体の代表として、平たく言えばバルカ島の主宮派を代表してきてもらっている。イゼベル、こんな場に私を同席させるとは。気にするな、俺は構わん。我らを主宮派とは知り合いな。まだ若いつもりですぞ。 そもそも我らを古いというのなら、総督にとってそれはもちろん、ここに二人いるお前の教え子たちに決まってるではないか。イゼベルにエネアですか。まあこやつらなら総督府この得体。おや、そうきましたか。いきなり何をおっしゃるのですか。総督府この得体は 表向き神聖帝国に属しているが、実態はバルカ家直属の親衛隊、そしてヒスパニアの自主独立を悲願とする組織バルカ島の中枢でもある。士官学校での小奴らを十二分に知っておりますからな。二人ともイゼベルの能力については俺も安心している。秘書官として常に俺と同行しているので、問題はエネアですだが、 本人を前にして言う言葉ではないですが、今一つ冴えている時とへたれている時がコロコロ入れ替わりますし、そのような人材こそが本来。
本題に戻る。世話しないですね。抱負の一つでも語らせてほしい。減らず口を叩くな。総督は本題に戻ることを望んでおる。君は総督以外の男性には釣れないですね。うるさい。職務に忠実なだけだ。本題に戻ればいいんですよね。何でしたっけ。つまりですね。 戦線を広げすぎると、あちこちでボロが出てきて、総督は戦場となった辺境の荒廃を嘆いていましたが、もっとまずいものが都市部の景気が悪化するということか。さすがは総督、分かっておられる。戦争で家を焼かれた辺境の民が都市部になだれ込み、安い。それに加え、戦争で得られた奴隷の売買が盛んになってまして、 奴隷商人だけは儲かってるんですが、でも困ったことに奴隷ってやつは無料の労働。一般的な市民は都市部で何かしらの職を得て賃金を得ている。農村部では小規模な自作の音だが、このままでは流入した難民と奴隷たちのせいで賃金を下げられ、急速な二極化が進むでしょう。 持つ者と持たざる者に分かれば。持たざる者が帝国の市民たちだというのは分かった。では持つ者とは何だ。まずは大地主であり大金持ちである元老院の大貴族たち。どこに集約されるというのだ。お分かりになりませんか。神聖教罰当たりな。教団が主戦土のように 世俗の富を求めるというのか。確かに敵対する者には容赦しない連中だが、そんな不純な動機で活動する。もちろん末端の人々は善良でしょう。神聖教団の教祖だったシモンの教えも。では何が問題だというの。イゼベル、あなたは教団に好意的ですね。士官学校でずっとしごかれていたのだ。信者である暇などないのは分かる。私の家はとても貧しかった。 施しを受けたみなら。そういうことですか。実際私も初期の神聖教この世界から見捨てられた貧民や弱者に手を差し伸べ、無償の奉仕を続ける。どれほど美しい理想を掲げた教団も、世俗の権力と交われば。所詮権力と交われば、いつまでも神聖ではいられません。事実確かに油臭さは危険なものだ。 教団の利益のためなら。彼は聖職者というより冷酷な政治家ですね。だが彼自身は清廉潔白な人物であることは確かだ。個人的な欲望のため。そういうのが一番厄介です。失脚させられませんからね。むしろ収賄や汚職にまみれた元老院の方が信頼がない。油臭さがその影響力を駆使すれば。ええ、 あまりにも危険な状況です。すでに神聖教団、総督はご存知。暗黙の了解となっており、まだ違い法権だろ。ええ、教団に寄進された土地は税金を免除され永久に共通。そんな馬鹿な。帝国市民にはどこに至って法の庇護がある。市民ならそうですね。ただ、 教団に寄進された畑で働くのは奴隷だと。教団は奴隷を刺激するのか。神聖教団はあらゆる人間の平等を唱えていたはずだ。そして皆が相互に助け、万人の平等と万人への奉仕ですね。知っていますよ。だったらなぜそんなことに。教義はアブラクサスがかなり改変を加えましたからね。 すなわちこの世界のことは神が定めた運命であり、今の身分を受け入れ、そう教えるのが今の神聖。つまり世俗化したということだな。なんてことだ。事態を
未来予測について。は？承知しました。一月後には帝都で元老院が開かれる。その折に帝国の行く末について同志たちと密かに話し合うつもり。総督が主催した秘密会議は帝国本土ではなく、その付け根近く教皇アブラクサスとは距離を置く。ワレンティヌス芸家の協力によるものだった。もう一度申してみよう。何かの間違いであろう。帝国と余命がそんなに短い。おいおい、下っ端とはいえ帝都で現役の役人だぜ。 算術だって森の学び屋じゃ。それがどうしたというのだ。間違えるわけないってことですよ。大体この案件を引き受けたのは依頼に来た二人の総督が森の学び屋での先輩に当たるからだ。お前ごとき。なんだと。無礼な奴め。一から礼儀を教えねばならんようだな。まあ落ち着け物が。アエミリアは誰にでもああなのだ。 技術官僚としてはまだ若手ですが、とても優秀な方。兵理や簿記の能力、つまり金勘定の確かさについても、森の学び屋は型にはまらない人物を育成するのが本分みたいなところですから。後輩君には言われたくないよ。今回一緒に仕事をしたが君も十分に変な奴だと。<笑> お二方とも十分に異彩なのでしょう。ワレンティヌス芸家、この修道院での会合を許してくださったこと、まく、気の済むまで存分に話し合いなさい。ではカデメアの件ですか。<笑>あなたが担当でしたが別室で話すとしますか。 森の学び屋が廃校となった際の書物など、確かにここで保管されております。それをヒスパニアの若者たちのために利用したい。はい、アッシュ・ドゥルバル様の命によりヒスパニアで。<笑>それにしてもよくここにあること。廃校となった時期に森の学び屋に留学していましたから。それで 処分される書物の行き先も。なるほど。しかし留学中に廃校とは。おかげでヒスパニアに帰って士官学校に入り直すはめとなりま。でもそのおかげでハッシュ・ドゥルバル総督の幕僚となれたわけですし。まことにそうですな。どの幸不幸はそれはさておき、 ここに保管している森の学び屋の書物については。本当ですか。それはありがたいです。なんとお礼を。敬意はどうあれ、森の学び屋が少しでも息を吹き返すのなら、修道院にある分の荷造りはすでに済んでいます。船まで届けさせますゆえ。ありがとうございます。<笑>礼には及びません。昨日 会議を始める際、帝国にはまだまだ志ある者たちが残っていると。としないもん。恐れ入ります。そういえば今日はあの威勢のいいお嬢さんは来ておらんのかな。イゼベルですか。彼女は船で待機してます。今日はさすがに中央。よくは分からぬが、 皆様々な事情を抱えてるようですな。何かな。修道院長とエネアです。まあヒスパニア国内の事情というやつだ。黙認してもらえると嬉しい。大体わかるわな。もったいないことだ。森の学び屋の蔵書をむざむざヒスパニアなどに。大塚に売れば巨万の富が得られるのだ。そう言うなともよ。 これは人への投資だ。まあ元はといえば貴重な書物を廃棄する神聖帝国が言語道断なのだがね。私、お主帝国の役人の立場でよく。<笑>
もう私も多くの力やれやれ。あなたも私も多くの力やれやれ。あなたも先輩か。恐ろしい会議に来てしまったものだな。とりあえず会議を再開しましょう。アエミリア、誰もが信じがたいというならそれが我々の責任というものです。まあ仕方ないな。バカに説明するのは面倒くさくて。なんだと。あ、頼む。俺にも信じがたい。未練にやる計画によって帝国の余命が生前20年になる根拠をな。 了解しました。総督、修道院から届けられた荷物を積み込みましたが。ああ、それでいい。大事な荷物ゆえ濡らさぬようにな。私からも丁重にお願いしますよ。ええ、そのようなものを今はどうでもよかろう。総督はいかがおか。方針だと。お前がどうでもいいと言ったものが 今後の方針。何ですと。わからぬか。まあよい。帝国からの役人が来ていたゆえ、イゼベルには外してもらった。船が出てからヒスパニアの今後について話し合うことにしよう。ミレニアリス計画の発動によって帝国の余命が20年足らずになるということです。とりあえず他の地域のことについては 繰り返さずとも良いでしょう。イスパニアについて私が計算したものを試算によりますと、あと十数年のうちにイスパニアの領土のまた残った土地の半数も一部の富裕者のものに独占され、自作の、そして20年のうちに独立した市民階級は消失。全てがノードの世界だと。バカな。それでは帝国は立ち行かない。ええ、 全てがこの頃には当然移動の自由はなくなり、街道も荒廃しています。海路での通商も衰えます。クラーケンの妨害によって採算が取れなくなり、貿易船も作られなくなった。そして移動もままならないほとんどの人々は集団農場へと押し込められた。何度聞いても凄まじいな。これほどまでとは。あくまでの試算です。 帝国が過酷な政策での、こちらが手をこまねいている場合ではありません。とにかく急いで対策を練らねば。だけど、エネアデス、私たちに何。諦めるわけにはいかぬ。止めねばならぬ。総督。皆の者、聞くがよい。我らの祖は帝国と覇権を争い破れた。 エシモの奮戦も、それは良い。力と力の争いに我らは負けたのだ。そしてかつての帝国も新しい時代の覇者たるにふさわしい美点を持って敗者に対しても差別することはなかった。敗者が帝国へ忠誠、その働きに応じて、カナンビとも市民権を与えられた。高度な文明、公平な法による統治、古き華南の民にとっても、 彼らの生活は千だがもはや、そんな帝国はどこにもない。このままでは我々は服を着た家畜にされてしまう。文字すら読めず、坊主の説教に恐れおのの。千年の暗黒時代が始まろうとしているのだ。止めねばならない。何としてでも止めねば。よいか。我々は高度な文明を持つ市民なのだ。法によって庇護され、 裁判によって権利を守ることができる市民だ。好きな時に移動し、財産と土地を持つことができる市民だ。投票によって議員を任命し、自らも国政に参加できる誇り高き市民なのだ。どうしてそれを捨てられるというのだ。彼らの目論みをどれほどの時間がかかろうとも打ち砕かねばならない。俺はその礎となる覚悟で 戦いを始めるつもりだ。総督の悲痛な叫びは私の胸を強く揺さぶった。神聖帝国の目指す世界は
今のくだらない人間たちにはふさわしい心のどこかで思っていた。それは多分私の貧しい羊のせいだったのだろう。総督、大切なお話がございます。できれば少しお時間をいただければと。構わんが、イゼベルがハミルの相手をしておってな、席を外しておる。むしろその方が好都合かと。ええ、イゼベルには取り乱してみっともない姿を見せたくないですからね。どうやら穏やかな話ではなさそうだな。総督、ヒスパニアの未来についてできる限り客観的な分析、その上で今後の対処法について申し上げ、あくまでも幕僚団ではなく私一人の個人的な提案だとご理解ください。分かった、言ってみるがいい。神聖帝国についてはもはや手遅れです。幕僚団の記載にしてはつまらぬ結論だな。続きがあります。もう少し耳をお傾けください。ゆえに、かくなる上はヒスパニアの分離独立を進言します。できるよくぞ言ったな、この青二歳が。どうやって帝国から分離するという。軍事力を行使します。カナミトが武装放棄です。バカバカしい。兵力はどうする。現在のバルカ島は親衛隊に過ぎる。バルカ島員はこれから増やせばよいのです。ヒスパニア中から志ある者を募ります。どのみち神聖帝国が広くなればなるほどバルカ系の期待は高まります。バルカ島の拡大は容易かと。そしてバルカ島を中核とし、そこに独立に賛成する市民たちを動員して、総督には恐れながらヒスパニア王としてかつてのヒスパニア王国の復活を宣言していただきます。それを合図に全土でヒスパニア軍が蜂起、一気に帝国勢力を夢物語だな。総督、お言葉ですが、大事をなすには最適な時というものがある。今がそうではないのですか。お前はバルカ家を過大に評価している。民には日々の暮らしがある。やすやすと命を、国中の民の生活が困窮し、今よりも切実にならねば、たとえバルカ家の呼びかけでも戦おうとはせん。それにヒスパニア領内にいる帝国軍は強い。現在のやってみなければ分かるのでしょう。そうだな、あと少し実戦経験を積んだ将校たちがおれば、帝国軍と五分の、せめてお前やイゼベルがもっと経験を積んでおれば、あるいは。そんなことを言ってもないものねだりではないですか。エネアです。いくら正しくとも勝たねば意味はないのだ。分かってくれ。では何もするなというのですか。お前の流行る気持ちは分かる。だが弱き者が強き者を打ち倒す方法は限られ、よいか。ヒスパニアが戦いに勝つには戦力を集中させ、帝国のも帝国にほころびが生まれるまで手をこまねいて見ていろと。負けることはいつでもできる。負ければそれで全てが終わる。あるだが勝ちたいのであれば普通に耐えねばならぬ。状況はいずれこの身に変えて俺が作ろう。優れた武将も民人の支持も恐れながら、総督は心が痛いな。そう思われ。なんだその顔は。言いたいことがあれば言ってみよう。臆したのですか。バルカ家の当主ともあろう人が。エネアですよせ。それ以上言ってはならん。エッシュモは確かに鬼人のように強かったのだろうな。ヒスパニア王の地位を投げ捨ててまで遠征を強行し帝国本土に攻め入った。そしてだがどれほど勝利を重ねたところで、結局のところ
エシュモは帝国に敗れて死んだ。ヒスパニアに残ったバルカ家はエシュモを切り捨て帝国に早々と降伏した。それによってヒスパニアのバルカ家は帝国の一貴族として生き延びたのだ。お前の目の前にいるのはむざむざ生き延びたバルカ家の末裔だ。エシュモにはなれぬ。そのような弱気なことはしたくはなかった。そうとかもう少し思い切ったことをなされる方だと。王二歳に俺の何がわかるというのだ。オノマ君、教育がなっていないようだな。申し訳ありません。ですがエネアデスの発言はバルカ島の悲願でもあります。ここに至ってバルカ島の支給派と若手将校たちの意見が一致したのです。オノマ君、貴様まで賛同するというのか。は、私とても同じ考え。いや、エネアデス以上に神聖帝国という名の沈みゆく船で座して死を待つなど、我ら地中に勝つを求め嵐をものともせず船出し新たな世界を。もはやそのような時代は過ぎ去ったのだ。古のカナン人の冒険物語な。結局のところ俺はお前たちに賛同はせぬ。だとすれば真覚悟の上です。どのような罰を受けようと。好きにすればいいですよ。腰抜けの主君の下で働くのはもういい度胸だ。今日はもうよい。下がれ。追って沙汰がある。それまで謹慎しておれ。はあ、仰せのままに引きこもっていますよ。ではご失望して去ったか。つくづく。だからこそ何としてでも生き延びさせねば。How come? Another one?幕僚団から悲鳴したと聞きました。一体どういうことで。お前も知っているだろう。最近出過ぎた振る舞いが目立つの。幕僚団は事実上属州運営の中核となっている組織。総督、優れた頭脳や能力があっても俺の思い通りに動かぬ連中はいらぬ。確かにエニアデスは皮肉屋で無礼な面もありました。最近はですが、彼なりにヒスパニアの未来を考えるがゆえと。エネアデスが忠義者か。少なくとも総督のご意志に沿うように動いていると。あやつは何も分かっておらぬ。主に向かって闇雲に謀反をささやく。バルカ島に地位を与えたのもあやつならバルカ島の暴発を止めてくれると思う。だが決起に流行ったのか、あやつはモノマクと共に俺に決断を迫った。故に排斥せねばならぬ。ヒスパニアを危うくする海は。総督がそのように考えておられたとは。全てはこの国の将来のためだ。そこまでおっしゃられるのであればこれ以上は申しません。ですが命までは取らぬ。だが牙は折らねばならぬ。総督の命令として以下の処分を発令する。イゼベルよ。はエネアデスを幕僚団から放逐し、ヒスパニア廃兵員協会の理事に任命。タマル村へ赴任させ。名目上は栄転だ。この国の廃兵員はどこも経営難で潰れかかっているからな。施設の存続のためにあやつは知恵を振り絞り身を粉にして働かねば。エネアデスがヒスパニアの中枢へ戻ってくることはもうないだろう。彼をそのようなことに使うのは大きな損失と思えますが、モノマクはどうされる。モノマクには士官学校を去ってもらう。廃兵員付きの初等学校で武術師範でもやってもらおう。彼は優秀な職業軍人です。彼に鍛えられた士官たちは数多い。素人のしかも子供相手になど、だか
の持ち腐れでは完璧に命令を遂行するのだ。分かったな。総督の命令とあれば。では幕僚団と直ちに協議しますので。イゼベル、まだ何か不服か？いえ、そんなことは。ただ続けるがいい。ただその私は勘違いをしていたようで、総督はヒスパニアの分離独立のためバルカ島を引き、もちろんその折には私も神聖帝国と縁を切り、エネアデスとモノマクを遠ざけたということは反乱は起こさないという意思だと受け取ってよろしいでしょうか？俺は勝てぬ戦いはしないだけだ。だからといって戦うことをやめたわけではない。形は違えども、ヒスパニアの未来のためこの身を捧げ民に尽くしていくつもり。失望させてしまったか。お前は。そんなわけありません。ハッシュドルバル様こそヒスパニアに必要不可欠な名君だと私はお会いしたとき。そうか。だがお前だけは俺をそう思ってよい。それは一体。もうよい、下がれ。それからというもの、ハッシュドゥルバル様はヒスパニア総督というよりも神聖教団と貴族たちによる戦争を批判し、中産階級である一般市民だが、それは教団から見れば神聖帝国に敵対する主級派とみなされ、総督の真意を理解する者は結局のところ数少ない元老院議員たちと多神教の神官貿易所。ここにいたか、友よ。早かったな。その様子では議会。まあ、もはや元老院を説得できる状況ではない。事情最後に話す。アブラクサスが提出した教団保護法は間もなく元老院で採決される。これで我々の敗北が確定するというわけだ。ああ、そうなるな。この法律によって神聖教団が購入した土地、支援された土地は彼らの領地に晴れて租税の免除と違い保険が。今までも暗黙の了解として。だが合法化されることは大きい。正式な手続き。教団はさらに勢いづいて自らの領地を実現。今日が帝国の命日となったわけだ。あるいは神聖帝国が本当の意味で誕生。教団の教えが絶対の法となり、濃度に満ちた神の王国が生まれたというわけだ。元老院の大貴族どもも不甲斐ない。アブラクサスの提案、教団と同様の免税特権を貴族の私有地にも付与することを上。皇帝陛下の強い力添えがあったと聞く。貴族たちを脅しながら籠絡したのだろう。ああ、まったくだ。しかし実際のところどうなのだろう。もはや陛下は陛下の指示を我らに伝えるのは大神次官レクトールと教皇。何が言いたい。これは皇帝陛下の意思なのだろうかと。すでに実権は大神次官と教皇にあり、陛下は傀儡に過ぎぬというわけか。だが誰から指示が出ていようと、もはやどうでもいい。どういうことだ、ハンノ。先ほど連絡が入った。季節風に乗って間もなく帰還するはずだったカルトハダシの商船団がクラーケンの。何だと。確かなのか。お前が言った皇帝陛下の無知というやつだ。同時に非公式ながら陛下のお言葉が大神次官より伝えられた。教団に
従え。そういうことか。ハッシュドゥルバルよ、これ以上はお前についてゆけぬ。カルトハダシュおよび商業都市連合の議員たちは教団法に賛成票を投じる。わかった、今までありがとう友よ。悪いことは言わん、もう諦めろ。我らが離反すればヒスパニ。わかっている、だがここで俺がしても、どうであっても今を生き延びねえ。心配は無用だ、俺もバルカ家の男だ。お前最初からそのつもりで。すまぬ、ハッシュドゥルバルよ。ありがとう友よ。いずれヒスパニアの命運を背負う者が現れたら、ああ協力しよう。ならば俺は安心して反対票を投じるとしよう。元老院及び帝国市民諸、賛成多数により教団保護法は成立した。新生帝国に栄光あれ。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 正式に教皇アブラクサスが元老院の尽力に感謝したいと自ら参られた。元老院の友人たちよ、新生教団は最大限の賛、教団保護法の成立により新しい世界秩序がもたらされるのだ。帝国の臣民たちよ、この国はやがて神の国へと変わる。我らが絶対神ワトス、そしてその息子たる皇帝陛下を崇めるがいい。神聖帝国に栄光あれ。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 ここに俺の居場所はないようだ。栄光あれ。栄光あれ。ヒスパニアに帰るとしよう。完全な勝利だ。神聖教団は帝国そのものと化した。もはや誰も。アブラクサス芸か。教団保護法の成立とともに元老院は完全に掌握しました。ならば元老院最終勧告の準備に入れ。不満分子どもを粛清する。はっ。すべては完全なる世界のために。総督府親衛隊、バルカ島に関する記録はこれで全てか。いえ、重要な書類のみです。全てを運び出すことはこの短期間では不可能です。わかった、それだけでも運びだ。あ、直ちに。残りは全て焼き払うしかないか。バルカ島が完全な地下組織となり。総督、イゼベルか、久しいな、今戻ったぞ。総督、一体何があったのです。ヒスパニア全土に戒厳令が引かれています。ハッシュドゥルバル総督に元老院最終勧告が発動されたと。何も違法なことはしておらん。ただ元老院で教団保護法に反…駐留している帝国軍からは総督への出頭命令が出ています。やがて総督府にもやってくるでしょう。他の者はどうした。私以外の幕僚団はすでに拘束され、総督府親衛隊も主立っては動けません。
オノマクやエニア。そうか、そういう筋書きになったか。むしろ今動ける者たちは生き延び、たまわぬ。出頭命令など捨ておけ。ですが、いつまでもそういうわけには。私もすでに帝国兵を率い、総督の。すべてわかっている。息子と二人きりで会いたいのだ。しばらくでいい。ハミル、久しぶりだな。父さん、ねえ、前に話した作戦だけど。お前は本当に頭上演習が好きだな。バルカのものにふさわしいと父さんが喜んでくれたからね。お前、それで本当にどこまでも悟く愚かな子だ。良いか、ハミル。人は盤上の駒のようには動かぬ。なぜなら人には心があり、血が通っているからな。配慮。おとりや気略には大変な危険や犠牲を伴う。それを兵たち。法律はいいのに。法律だけで済む話ではないのだ。兵が人であることを知り、その一。わからないよ。それを理解するには年月をかけて多くの人と交わり、全く残念なことだ。成長し一人前の将となった。父さん、どうしたの。ささやかな幕開劇を終わらせねばならなくなった。恐ろしい連中が間もなくやってきて俺を滅ぼすだろう。お前と会うのはこれで最後だ。神聖帝国が攻めてくるんだね。ヒスパニアを見せしめにする気なんだ。そうだ。残念ながら今は力を及ばぬ。故に俺はヒスパニアの機密をすべて焼き捨て、帝国に渡らぬようにせねばならぬ。いずれ俺の後に立つ勢力が戦いやすくするためにな。父さん、だったら僕も。ああ、そうだ。ヒスパニアの機密について俺と同等に知るだから、お前には全てを忘れ。忘れる？僕は死ななくていいの？秘密を封じるのなら。効率か、そんなものクソくらいだ。息子よ、この剣を受け継ぐがよい。神よの昔より。それは父さんの大切な。俺にはもう不要のものだ。お前が継承し、よいか。剣の名はメルカルト。その刀身は一族の記憶を宿し青く輝き、その強大な力は情報だが、幼いお前が持つには大きすぎる力だ。まず制御。分かったよ、父さん。その剣を。お前は何も分かっておらん。やがて制御を果たしたとしても、お前の中にはメルカルトが宿る。あれはお前の中の強い感情を苗床に育つのだ。慈愛に満ちた世ならば神にもなれたろうが、ダメだ。今の世では怒りや憎しみを苗床にするしかない。分かっているのか。メルカルトはお前の体を蝕み、やがては。それでも渡して、あのエシモのように強くなれるのなら構わないよ。僕がこれを使う。僕はバルカの男だから。父さんが終わらせようとしている劇を引き継ぎ、新しい幕を開けるのが僕の役割なんでしょ。安心して、父さんになり代わり立ちふさがる者全てを倒してでも、みんなの笑いの絶えない世界を。お前はどこまでもバルカの血を引く者なのだな。なんと心強い。人生の最後の日に、なんと安らかな。だがな、俺には分かっている。お前の進む道がどれ。心安らかに眠れる日までなく、苦痛と恐怖で魂はいてつき塞がることのない。だからどうか言わせてくれ。逃げてくれ。
今すぐに。帝国の手の届かぬ辺境に、責務などどうでもいい。バルカの誇りなど、お前が生きてさえくれれば、俺はそれでよいのだ。父さん、僕に卑怯者になれって言うのか、それとも面倒を見てこなかったことが災いしたか。結果的にお前を厳しく育て、今さら父親面したところで何も伝えられぬか。これでよい。間もなく亡き妻にも会えよう。彼女もまた我らが息子を誇りに思い、ならばよい。好きに生きよう、ハミルカル。うん、分かった。僕は立派なバルカの男となるよ。ああ、そうだな。無意に死ぬことだけは、犬死にだけは。はい、父さん。いつかこの日を思い出してくれ。剣の中の木、お前の父が死の通った強くて弱い人間であったこと。はい、父さん。いつか必ず思い出してみせます。ならば思い残すことはない。メルカルトの剣を受け継ぐがよい。さらばだ息子よ、お前の未来。総督、どこにおられますか。すでに外は帝国兵で包囲されています。ハミル様と共に急ぎ。総督、ここにおられ。ハミル様、いかがなされたのです。殺しはせぬ。メルカルトの剣を継承させ心を砕いただけだ。我が息子のせいで。そんな、ハミル様は聡明で寂しさの意味すら知らず、あなたを喜ばせようと。そんな子を、あなたは子を。心は激しく痛む。だが後悔はしていない。あれは獅子の子だ。それが高貴なる者の義務というのですか。それほどまで、それほどまでに意味があるのですか。結局は皆が私欲に溺れただけではないですか。理想を掲げ前へ進むこと、その結果現れたのが神聖帝国。皆安易な逃げ道を選ぶ暗黒時代、自業自得ではないですか。なるべくして怠惰で愚かな連中など厳しく管理してやればよかったのです。絶対自由の意味などわからぬ愚民どもに権利など何一つくれてやる。そうだな、お前の言うことが。だがもう俺がその答え、お前がその答えを見つけるのだ。この国の、世界の未来は誰に委ね、別れの時が来てしまったようだ。俺は間もなく。そんな、もう火の手が。外の兵にはまだ待機命令しか出していないのに。先に火を放ったのだ。全ての証拠は隠滅せねばならぬ。そして俺自身も豪華に焼き尽くされねばならぬ。全ては炎の中で、ひとたびは滅びるのだ。イゼベルよ、ヒスパニア総督が幕僚団の死、俺を告発し殺し、俺に何か。こんな炎では足りぬ。ありったけの帝国兵を動員し、屋敷を、総督府を全て焼き払い、灰となった我が屋敷に立ち、我が無苦労を探して害。お前はバルカ家を滅ぼした恐るべき将として神聖帝国を歓喜させ。何をおっしゃるのです。どうかお許しください。七年の間だけでよい。何としても神聖教団の浸透を防ぎ、ヒスパニアを維持するのだ。さすればバール大祭だ、本当の祭りが始まる。そこで誰も立たぬようだが、もしも心ある者が立ったとしたら、そやつ存分に戦い答えを探すがよい。そしてこの国の、世界の未来は誰に委ねられ。お許しを。私には
して。それだけはならん。断じてならん。お前は行く。あ、命令だ。どんな泥の中でも輝きを失わない美しい娘であったこと、そしてこれからもそうあり続けることをな。そんな悲しい顔をするな。せっかくの子供が台無し犯人を頼んだぞ。目覚めれば過酷な運命しか待っていないだろうが、それまではお前が。ここは崩れ落ちる。早く行け。さらばだ。ソータカ。ハミルよ、生き延びよ。イゼベルと共に答えを探すがよい。本当にハミル様は甘くなられましたね。それこそがどのような戦場にも幾千幾万の兵を引き、これならば必ず神聖帝国をハシュドルバル様お喜びください。あなたの息子はまさに軍神そのもの。私はようやく答えを。君はいつかこうしてあなたに差し貫かれ、どうかどうか全ての罪は私一人ですから。これ以上の戦いは君にはそこまで。イスパニアを持っていたというのに。イゼベル様、あなたという人は愚かな娘だ。全てを己一人で。延命治療を最優先に。せめて出血を止める。どうして治療の方が効かないなんて。呪いが全ての魔法を拒んでいる。そんなバカな。どいてください。イゼベルは私が何としても救ってみせます。エネアです。無駄なこと。ハミル様、エブロンの将校たちを、イスパニアの幕僚団に、我が精鋭たちを、存分にお心残りは、タルテトスを滅ぼしてしまったこと。いいんだ、イゼベル。タルテトスを失われてなんかない。これが真のタルテトス。なんと美しく大いなる破壊が新たなる創造を生むとは。これがあの時の。そうだよ、いつだって君は僕に優しくしてくれ。過ぎたことです。ハミル様、きっとあなたなら。イゼベル、ひどい顔で。イゼベル様、あなたは。ありがとう、レディウス。あなた、これでおしまい。イゼベル、イゼベル。
責める。イゼベル様、なんという除血であったことか。イゼベル、君の心はどうか。君の魂が安らかでありますように。心より祈っています。Finally! Holy shit! Alright. With that almost hour-long cutscene done, I will end it off right here. Holy fuck. Anyways, next time, hopefully something will happen besides a cutscene. But until next time, folks, goodbye.